どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、とうとう青い V ポイント爆誕へということで、本日はですね、T ポイントと三井住友カードの V ポイントがですね、2024年春にね、統合されるっていうのが発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、公式サイトね、こういった形で更新されました。みんなが使えるポイントできたウェルカムエビリバンということで、新しいですね、この T ポイントと V ポイントがね、一緒になって、青い V ポイントにですね、2024年春からですね、スタートするっていうのが発表されました。で、今回ですね、発表はされたんですけども、まあ一部ですね、このポイント界隈ではですね、いろいろありますよね。ウェルカツとか、 JQ ミズホルートとかね。まあ、そらしド前に V ポイント使えるとかね。まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、こういったね、ポイント交換ルート系に関しては、正直ね、まだ詳細がわかってない部分がね、あります。ですので、今回の動画についてはですね、現時点でわかっていることをまとめていきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、それとね、ちょっと希望的観測等々もね、まあ、話していきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければな、と。 思います。ではね、早速内容なんですけども、まあ、コンセプトはですね、t ポイントのユーザーって7000万人ね、まあ、いるそうなんですけども、まあ、この t ポイントをですね、もっと自由にしたい、みたいなね、まあ、そういう観点からですね、どこでも使える新しいポイントになれないか、みたいな感じで、今回ね、v ポイントと手を組んで、新しいね、青い v ポイントにね、なったっていった形になるんですよね。で、こちらね、コンセプトムービーなんていうのもね、公式だとあの概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければ なと思うんですけどもま youtube でですねこのコンセプトムーディムービーなんかもねえ作られているっていうふうになっておりましてこれもね結構ね素敵な感じに仕上がっていて非常にほっこりいたしますので、まあ、もしよければですねこちらもねご覧いただければなぁなんていうふうに思いますでこのね新しい v ポイント t ポイントが v ポイントがね一緒になって新しいね青い v ポイントね貯めることについてなんですけどもこのね全国 t ポイントの加盟先でまたね 世界のね、ビザ加盟店でえポイントが貯まるっていった形になります。で、こちらはですね、え支払いが現金の場合はえ、T カード、モバイル T カードをね、提示していただくと、このね、新しい青い V ポイントが貯まります。で、クレジットカードね、三井住友カードを利用していただくと、 新しい V ポイントがね、溜まるって言った形になります。ですので、今までですね、T ポイントで提示して支払った部分に関しては T ポイントがね、溜まってたと思うんですけども、まあそれがね、新しい青い V ポイントに変わって、えー、三井住友カードのね、決済で溜まるポイントも、この V ポイントから新しいね、青い V ポイントにね、変わるって言った形になります。 簡単に言うとですね、まあ今までね、利用できてたところが利用できなくなったりするのではなくて、まあ t ポイント使ってたところがそのままね、新しい青い v ポイントになって、え三井住友カードのポイントプログラム自体が v ポイントだったものが新しい青い v ポイントにね、切り替わるって言った形になります。で、またですね、t ポイントの加盟先で三井住友カードをね、利用していただくと t ポイントの加盟先なんで青い v ポイントが貯まりますよね。で、またね、決済で三井住友カードを利用して いただくとたまるるポポイインントトは青いい v っっててう風ににななりりまますすででダブルでね、えー、取れ形あ、特にね、今まで使えてたことが、まあ、不自由になるのではなくて、まあ、今まで t ポイントで使えたところが新しい青い v ポイントになるって言ったがちになりますんで、そんなにね、あの、細かく切り捨てる必要はね、ないのではないのかなぁと思います。それでは次に使うの部分なんですけども、まあ、今までですね、t ポイントのね、加盟先はもちろんね、利用することができます。またね、 今回ね、青い V ポイントになったことによって、 世界のね、ビザ加盟店で利用することができるっていう風になりますんで、簡単に言うとね、さらに便利に利用することができるっていう風になりますんで、まあ今まで使えてたところは使えないみたいなね、まあこういったことはね、ございませんので、この点もね、ご安心いただければなぁと思います。またね、今現時点で T ポイントを利用しておりませんとか、V ポイントを利用しておりませんっていう方は、まあこういった形でですね、新ポイント発表記念キャンペーンということで、今ね、500ポイントもしくは500残高ね、えー ファイルキャンペーンもやっておりますので、ぜひねこちらも概要欄にね載せておきますのでぜひねチェックしていただければなと思います。で次にですね公式サイトの下の方にですね Q&A がね設定されておりましてこちらねいくつかね紹介していきたいなと思うんですけども。 まずですね、今持っている t ポイント、またね、今持っている v ポイント、これがね、青い新しい v ポイントにまとめることができるのかっていう話なんですけども、こちらもですね、2024年の春頃にね、まとめられるようになるというふうになります。ですので、今ね、t ポイントある程度持っている方は、またね、v ポイントある程度持っている方は、2024年の春頃になるとですね、この新しい青い v ポイントに変更することができるっていうふうになります。次にですね、有効期限 に関してなんですけども新しい青い v ポイントに関しては t ポイントの有効期限の考え方に合わせるようになっておりまして最終利用日から1年間が有効期限っていうふうになりますこの最終利用日っていうのはですねこれは貯める使う交換するまあこれが最終利用日っていう風になりますんで貯める 使うう交換するここから1年っていう風になりますんで、まあ、これはね、毎月ポイントが貯まっている方に関してはですね、実質有効期限がなくなったっていう考え方になりますんで、まあ、SBI 証券とかですね、クレカツみタでされている方は、毎月ね、V ポイント貯まっていると思いますし、まあ、こちらの動画でね、話しているように、まあ、オリーブのね、振り込み、多銀から3万円ね、2ヶ月連続で、あの、振り込んでいただければですね、ポイント取れるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じで、V ポイントとかです ねまティーポイントでもいいんですけれども毎月ね定期的に溜まっている方に関してはまあ、有効期限に関してはですね今後ね気にしなくていいっていう風になりますんでこの点はね非常にいいですねでここまでがですね公式サイトに記載されている内容っていう風になっておりましてここからはですね今回の発表はあったんですけども言及されてない部分ですねまず t ポイントに関してはウェルカツ あと、ポイント交換に関しては、一切触れられておりません。またね、V ポイントに関しても、マイル交換についてね、えー、触れられておりません。まあ、ウェルカツについてはですね、皆さんね、知ってる方多いと思うんですけども、ドラッグストアのね、ウェルシアグループで、T ポイントで毎月20日にね、利用していただくと、1.5倍でね、T ポイントは利用することができるということで、私もね、めちゃくちゃ使わせていただいておりますけども、こちらに関しても、 えー、一切ね、言及されておりません。で、またね、ポイント交換についてですね。まず、V ポイントの交換なんですけども、 V ポイントっていうのは、まあ、ANA マイルにも交換できますし、ソラシドエアね、非常に人気ですけども、1ポイント2マイルにね、交換することができるということで、この V ポイントからソラシドエアっていうのは、ね、非常に人気があるんですよね。まあ、こちらに関しても、現時点ではわかりません。もしかしたら、封鎖されるかもしれませんし、継続されるかもしれません。まあ、他のマイレージもね、ANA とかね、他今どっかできたかな、ブリティシアウィズもできたと思うんですけども、まあ、ここら辺に関してもですね、今後どう どういった感じになるのか。 d ポイントに合わせた交換率になるのか、もしくは交換できなくなるのかとか。まあここらへんもね。全然あの発表がありませんので、まあ、この点はね。わからないって言った形になります。で、次にね。ポイント交換なんですけどもまあ、私のね動画をずっと見ていられている方はですね。こういった jq ミズフルートっていうのをね知ってると思うんですけども、新しい青い v ポイントになって、これがね利用することができるかどうなのかっていう話もまあ、今回ですね。言及されておりませんので、まあ、もしかしたら。 新しい青い V ポイントから JR キューポにね、交換することがもうできなくなるかもしれませんし、今後もね、利用することができるかもしれないですね。もし2024年春統合された以降もですね、利用することができるとなればですね、非常にね、 大きいですよね。まあ、こちらの動画でね、話している通りですね。三井住友カードのビザタッチ決済っていうのは、スマホ決済にね、えー、していただいて、オリーブフレキシブルペイね、利用される方は、2023年の7月より最大17%還元に、 なるんですよね。で、これがですね、対象点はもちろんね、限られておりまして、えー、コンビニ飲食店って言った形で、対象点こんな形になるわけなんですけども、まあ、これがですね、最大17%還元なんですよね。まあ、もちろんね、この17%とかまでね、行くのは大変なんですけども、まあ、10とか13とか15とかね、上げれる方に関してはですね、こちらね、対象点に関してはこの還元率が利用することができるっていうふうに、 なるんですよね。で、この還元率で、さらにね、この新しい青い V ポイントが、このね、JQ 水保ルートとかね、利用することができるようになればですね、70%でね、交換することができるっていうふうになりますんで、対象点限定にはなりますけども、最大17%還元とかね、取っている方は、ANA マイルの還元率は11.9%、またね、JAL マイルに関しても、 8.5%還元。もちろんね、何度も言ってますけれども、対象点はね、限られますけども、ここまでね、還元率を上げることができるっていう風になりますんで、これはね、本当に、まあ、取れる人ね、あの、17%まで取れる人っていうのは、本当にね、住宅ローンとか組んでないと無理なんで、まあ、そこまで行かなくてもね、13とか15とか、まあ、10超えてこれる方はですね、結構すごい還元率になりますんで、これは本当にすごいですよね。 ということで、今回ですね、青い V ポイントが爆誕ということで解説させていただいたわけなんですけども、2022年のね、末ぐらいにですね、T ポイントの会社の人とね、まあ、話す機会があったんですけども、やはりね、この T ポイント、まあ統合することによって、まあソラシドエアとかね、JK ポス、 ルートとかね、まあこういったポイント交換ルートをね、塞がないでほしいっていう声がですね、非常にあるっていうのは、まあ t ポイントの方もね、まあ知っているみたいなんですけども、まあこればっかりはですね、正直ね、どっちに転ぶかはわからないんですけども、まあ個人的見解だと、今回のね、コンセプト自体が、まあもっとね、使えるポイントに、ね、なりたいっていうことで、今回 t ポイントと v ポイントがね、統合になったっていうふうになりますんで、まあこれでね、どっか塞いできたらね、 どうなってんねんっていう話にね、ちょっとなりますので、まあ個人的には利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思っているんですけども、まあこればっかりはですね、2024年春、まあこちらはね、実際に運用が開始になってですね、まあ、どうなるかっていうのは分かってくると思いますので、まあそれまではですね、ちょっと楽しみにしておくしか、 ないですかね。まあ、いろんなね、SNS でね、今回この発表ですごいね、話題になってるんですけども、も本当に希望的観測といや、そうはならない、そうなる、みたいなね。まあ、いろんなね、話がありますけども、どっちに転ぶか正直わかんないですよね。先ほどのオリーブフリキシブルペイも17%還元じゃないですか。非常にすごいですよね。それがそのままウェルカツに使えたら、それがさ、1.5倍で使えるとかになったらね、すごいじゃないですか。まあ、ここら辺もね、まあ、 お楽しみにっていう風になりますので、2020年の春ね、これも一つのね、楽しみにしといておきたいな、なんていう風に思いますかね。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、非常にね、力入れておりますので、ぜひね、あの、便利に使えるツールとして利用ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ